こんにちは。今日もですね、ディズニーのお話です。で、今日も新しく買ったグッズを少し見ていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今回は2点とおまけでもう1個だけと見ていきたいと思います。はい。でですね、今回見ていこうと思っているものが、この間上げた動画でもありましたけども、ダッフィーの実写グッズを少しだけ買ってきたので、それを見ていこうかなと思います。はい。で、何を買ったのかっていうと、まず一つがパスケースと、もう一つがタオルですね。タオルで、あともう一つ買ったのが、タイムオブセレブレーションのダッフィーフレンズ版のものを買いました。なので、その3つを少し紹介していこうかと思います。はいはい、ダッフィーフレンズ実写版のパスケースになります。はい、裏面にはダッフィーズフレンドシップジャーニーの文字が書いてあります。はい、いいですね。で、サイズに関しては縦が約11センチ、横が約8センチとなってます。なので使い方としてはこうですね。はい、こういう感じになります。こういう感じになります。で、カード入れポケットが8枚ついてます。で、一応はい、このパスケースの値段が2500円で、ディズニーシーにしか売ってません。はい、では少し中を見ていきましょう。でですね、ちょっといろいろタグがついたままなんですけど、カードケースのについてるチェーンは、はい、カードケースについてるチェーンはこんな感じで金色になってて、少しすごく高級感があります。まあ、ただなんていうんですかね、ちょっとこう軽い感じ、にはなってるので、そんなに、まあよほどのことがない限り切れたりはしないでしょうけど、ちょっと軽い感じはします。はい。で、先端は金びら状になっているので、まあカバンのチャックだったりとか、ベルトの穴だ、ベルトを通すところだったりとか、まあいろんなところに引っ掛けられそうでいいですね。これは便利です。はい。では中を開けていきたいと思います。よっ、こうかな。で、開くと、まず1枚目、ちょっと横になってるので、はい、ここにいろいろと文字が書いてありますね。で、1枚目のポケットにはこんな感じでダッフィーとシェリーメイが写っております。で、この8枚の写真のコンセプトとしては、ダッフィーとシェリーメイがお友達のジェラトーニとステラルーに会いに行く旅の様子がデザインされているとのことです。はい、なのでそのことを思いながら見ていきましょう。はい、じゃあダッフィーとシェリーメイが、まあ、2人でいます。で、次にめくると、あ、ダッフィーとシェリーメイがジェラトーニに会いに来てますね。で、ちなみに、ごめんなさい、ポケットはこんな感じで横から入れるタイプです。はい、見えますかね。こんな感じで横から入れるタイプになります。はい、で、会いに来ました。で、じゃあ今度は3人ですね。3人で一緒にいて、よいしょ、ここでステラルーに合ってますね。で、4人で旅をしていくでしょうか。はい、こんな感じになってます。で、4人で
写真を4人で一緒にいる写真が何枚かあって、はい、で最後にダッフィー&フレンズの文字が書いてあっておしまいになります。はい、で止めるところはボタン式で結構しっかり簡単に止まりますね。はい、いいと思います。で、あの結構こうなんていうんですかね、しなりというのか柔らかい感じがして持ち心地はすごくいいです。はい、うん、はい、ポスケースはこんな感じでとても使いやすくていいんじゃないかなと思います。では2つ目ですね。2つ目はバスタオルを買いました。でバスタオルに関してはサイズがですね、縦が約80センチで横が約150センチの結構大判のタオルになると思います。で値段がですね4000円になります。なかなかいい値段しますけども買ってきました。なのでちょっと実際に見たいと思います。でここで広げるとかなり大きくて見えないので別の場所に移動したいと思います。はい、でバスタオルはこれになります。よっ、じゃじゃん、結構大きいですね。うちのベッドなんですけど広げてるんですけど、こんな感じのバスタオル でここにですね大きい抱き枕のプーがいるんですけど、よっ、ま、だいたいプー2個分って感じですね。大きい抱き枕とプーさんが2個分の大きさになります。なので結構幅広いですね。なので本当にソファーだったりとか枕カバーだったりとかすごい適してるのかなと思いますし、普通に体拭くのにもあのすごい拭きやすくていいのではないかと思います。でダッフィーがいて、チェリーメイ、ジェラトーニ、ステラルという感じになっています。でこの絵柄はあれですね、さっきのパスケースにもありましたね。はい、すごく大きくていいですね。はい、ということで2つ、紹介させていただきましたが、もう一つタイムオブセレブレーションの、ものに関してはちょっとですねどっかのカバンにつけたような気もするんですけど、今ちょっと手元にないので写真でご紹介していきたいと思います。ドン、はい、これが35周年のタイムオブセレブレーションのダッフィーフレンズ版で、購入したものが、本体、このミッキーの真ん中のやつですね、35って書いてある本体の部分とチャームのダッフィー、シェリーメイ、ステラルー、ジェラトーニ、この4つを購入しました。で、本体についている周年のピン、25周年と10周年のピンは、最初に出た時に買ったものをつけております。なので追加購入はありません。はい、で、各それぞれチャームすごい可愛いですね。え、いいですよね。なんかこうステラルーだけすごい耳が出てる感じだったりとかすごい可愛いと思います。で、35周年の裏の方にもこうはめられるパーツがあるんですけど、それはこちらです。ドン、はい、今回はダッフィーを選びました。で、この後ろにはまっているものに関しては付け外しができないので、ダッフィーフレンズ4種類あると思うんですけど、全部欲しかったらこの本体を4種類買うしかないと思います。ちょっと違ってたら申し訳ないですけど、多分そういうことだと思うので、ちょっとチャームだけで買えるのかどうかはちょっとわからないですけど、はい、ただこう事前予約、僕事前予約サービス使って購入したんですけど、
その時はチャームだけって選べなかったんですよね。選び方がおかしかったのかもしれないですけど。はい、ということで、ダッフィーの本体に4つのチャームをつけて購入しました。はい、これ結構可愛いです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ簡単にざっくりとですけど、購入した実写版のダッフィーグッズ紹介させていただきました。またいろいろとこれからパイレーツだったりとか夏祭りだったりとかいろんなグッズが販売されると思うので、都度購入したらレビューしていければなと思っておりますので、ということで今回はこれでおしまいにしたいと思います。ではバイバイ。